内海俊勝ラブ&ピース同じ空の下から。 This program was brought to you by 株式会社浜田、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、 EM 生活、 PCI ジャパン。電気工事を通じ建物に命を吹き込む、それが私たちの使命です。各施設から一般家庭まで電気工事のことはお任せください。 044-223-8616 暮らしを明るくする株式会社浜電。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、EM 関連商品をはじめ、環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力。人と地球と微生物のいい関係。EM 生活。はい、どうも、ね、こんにちは。うん、今日はゲストですか。ゲストです。ゲストです。じゃあ、エミちゃん、私から紹介しますね。はい。ね、鶴見ラバーソウルオーナーの、うんうん、パウロ鈴木さん。まあ、いつもお世話になってますよね。アンド、奥様の鈴木夏代さん。いいどうぞ。なっちゃんです。はい、こんにちは。こんにちは。夏空。夏空。夏よ。うん。で、何いい曲やってくれるんじゃないですか。いいんですか。はい、お願いします。一発目。はい。それではいきます、はい、雪が溶けて川になって流れて行きます。つくしの子が恥ずかしげに顔を出します。もうすぐ春ですね、ちょっと気取ってみませんか。光に揺れる気分はピーチパイ、私の体をまだ色に染めて、エクボの秘密あげたいわ。燃えたての青い風、頬を染めて今走り出す私、二人一つのシルエット。本日はよろしくお願いいたします。ね、懐かしの昭和メロディーで、ね、メロディー決めていただいた奥様。いつ頃ですかね、いつ頃ですか。僕ら生まれてない。一応生きてました。いや生まれてるけど。すいません。ということで、器用、ね、器用。器用って、ね、音程ちゃんとしっかりしてますね。うちの人に褒められちゃったね。ねえ、花宝だ。俺が褒められてもあんま嬉しくないと思う。あれ、ね、嬉しいですよ。それもそのはずですよ。女優の天野真理亜さんだから。ありがとうございます。ね、まあ、なんとなっちゃん。なっちゃん。ね、今人気なっちゃんだけど真理亜さん。どっちがどっちみたいな。夏空ね。ただの夢じゃないっていう証拠をね。毎日見て。まあ、今ね朝ドラでね呼ばれてます。毎日呼びかけられてます。なっちゃん、なっちゃんとかね。女優になれ。そうそうそう。あなたは女優っぽいわね。女はみんな女優ですからね。おお。というわけでね、パウロ鈴木さんと、はい、ね、鈴
鈴木夏代さん奥様と、うん、ね、楽しくつい先日もねお世話になりました、うん、そうですね、ありがとうございます。今度はまた私のバースデーライブでも、ラバーソウルでやらせていただきます、ね、はい、日程がですね、はい、6月の1日土曜日ですね、うん、当店横浜鶴見ラバーソウルで行われます。はい、そうだそうだ、バースデーですので、あのプレゼントも大歓迎、大歓迎、まあ、うん、別に嬉しバースデーそんなに嬉しくないんだよ、うん、もう66だからね、若い、もう一つついたらデミアンだし、ね、あ大先輩です、失礼しました、はい、素晴らしい、うん、じゃあとりあえず今日は、うん、はい、やっぱりラバーソウルといえばビートルズという、そうなんですよ、もうね来年で30年でございましてね、うちのお店、あ、そうですか、ですからね、すごいですね、ちょっと僕30周年記念、そんな感じで今日も、うん、お邪魔しております。はい、ね、うん、ぜひちょっと一曲僕の大好きな、うん、これで音楽界に入りましたということでね、うん、ビートルズのレッド・イット・ビーを聴いてみてください。ね、ほんと上手だよ、ほんとですか、普通さ、アカペラだけで、うん、雰囲気出ないんだけど、大したもんね、さすが、持ってくれちゃうもんね、一応アルバムでも歌ってます、ここにいますから、あ、歌ってるんですよ、あ、一応、うん、あ、そうだよね、前の時ちょっと似てたもん、ね、こんなに大きく顔、出しゃばりすぎ南波さんも文句言ってないですからしょうがねえとかやる、南波さんの最初のレコーディングが内海さんだったんですって。そうか、そうなんですって、内海さんのソロのレコーディングだったんですって、初仕事、すごいでしょ、この間いたかな、それぐらいのあの時は矢野子さん、矢野明子の旦那も一緒だった、うんうんうん、それでドラムベースが兄弟で、うんうんうん、それは印象を残ってるんだけど、ティンパーレイみたいな、南波さんいらっしゃったんですか、いたんですか、初仕事ですって、あ、じゃああれか、南波さんって南波広之、あれ、ありがとうございます、サックスとかあれもやってなかった、うんうん、鍵盤だけです、あ、そうだった、全然違う今度南波さんも南波さんぜひ連れてきましょう、遊んでください、あの人もギャラなくても来ますよきっと、そうですか、あんなことないか、ギャラ必要ですね、ギャラ取れくれって言うと、南波さんに聞いてみたいと思います、南波さんギャラいりますよ、ね、聞いてるかどうかわからないですでもこれ YouTube で放送されるんですよね、まあ喋ってるのは放送されるよ、あ、ここはないんですね、ここはだから YouTube だけ、あ、そうです、じゃあ今は音楽が外には流れてるけど、南波さんも遊び来て来てねっていうかお忙しいね、これね、レイジちゃんと、あ、娘さんも音楽家なんですよ、で、南波さんの娘さんすごい才能です、うん、ケイトブッシュみたいな音楽がバンバンかけるすごい、難しすぎて演奏できないし、うん、おたまじゃくしって書くの、あ、もう多分アメリカ音楽留学されてる、ああ、自家系だもん、ね、すごいすごいすごい、今日親子でいいね、もうハッピーバースデー、まあ、ビートルズもだんだん勉強してお玉弱して書けるようになったって言ってたもんね、そうでしょう、ね、まあでも基本的にはヘッドアレンジっぽいけどね、そうですよ、うん、ポールなんかコードを書いてるフィルもありますけど結局孤独だけど、孤独だよ、まあ決めは書くかもしれないけど、そうです、そうです、でもビートルズのテイク結構いろんなテイクいっぱい撮ってるよね、これがレッド・イット・ビーが確か29テイク目、あ、そんなにあんだ、だから1回うまくいくまでやるっていう、あ、そういうことか、お金持ちのレコンですよね、最初の頃だって結構テイク多いもんね、ですよね、途中でやめちゃったりしてる、そうですよね、そうです、つなげてね、あなたもすごいわよね、ああ、すみません、ありがとうございます、どうしたの、どうしたの、どうしたの、あなたもすごいわよね、何回も何回も撮り直す、そう、最近ちょっと忙しくてやってないです、ブスカちゃん、あ、ブスカブスカちゃん、あ、お便りですね、この男も詳しいんだけど歴史的な部分しかないんだよね、ほぼな、はい、はい、これで雷を落ちたんだよね、そう、これ聞いた瞬間に雷が落ちて、うん、音楽家になる、あ、決めたわけ、そうなんです、すごかったですよ、ね、すごい、ちくさぶっとね、
曲のごめんなさい準備。はい、うん、あーパチパチパチ、いい曲だね、なんか心洗われる感じがしますね、うん、ね、ナスがままに、ナスがままに、キュウリがパパに、言うとまたいいですね、その昭和感いいでしょいいでしょ、うん、わおわおわお、まあケセラセラといえばね、ケセラなるようになると、はい、うん、ほんと、うん、ね、でもこれがきっかけになったのね。そうですよ、これをテレビのコマーシャルのね、うん、で聞いて、聞いてバカーンってもう雷落ちました、ね、じゃあその前のビートルズではないんだね。そうなんです、71年ぐらいだったと思うんですよね、うん、映画の宣伝を兼ねて、それからまあ初期の方とかも聞いたわけです、うん、そうなんですよ、まだ赤版青版とかベスト版もまだ出てなかったんですけど、そうか、ちょっと早くね、あ、お父様が横に、僕のお父様がエルビス・プレスリーより上のミュージシャンだって教えてくれたんですよね、まあエルビス・プレスリーっていうと俺よりちょっと上ぐらいだもん、そうですよね、あのリアルタイムで聴いてるのはね、でもビートルズってそんなにすごいんだってね、うん、これはプレスリーとかニール・セダカとかポール・アンカーとかいっぱいいたじゃない、あ、そうなんですよね、まあ、それがまあ60年代前半だよね、そうですね、でその頃に突然ビートルズが出てきて、で初めは俺もよく分かんなかったんだよ、だけど聴いてるうちにどんどんハマっていくんだよね、まあそういう魅力があったのかな、すごかったんですよね、うん、だから普通のポップスっていう感じではなかったんだよ、やっぱりバンドっていうイメージがどうしても強くて、あ、バンドっていいなって思わせてくれたのがビートルズかもしれないね、自作自演でね、そうですね、曲、いや、そうそう、だからその頃はみんな日本でも向こうでもね、みんな誰かが書いた曲を歌ってヒットするっていうパターンが多かったけど、自分たちでやるっていうのは、まあ、ビートルズが草分けっていえばパイオニアってはパイオニアかもしれない、ね、そうですよね、そうですね、本当、本当ビートルズびっくりしたんですけど、まあ、あの同時期にですね、うんうん、あの太陽に吠えるというテレビ番組がやっぱり70年代初頭で流行りましたよね、はまりましたよ、で、太陽に吠えるのテーマソング井上貴之バンド、貴之さんのバンドで、うん、ベース、僕ベースギターをもちろんビートルズ好きで始めるわけですけど、うんうん、生意気にね小学校5年生からやるんですけど、太陽に吠えるのサウンドトラックが惹かれましてですね、うん、あのベースがサリブさん、ね、岸辺一徳さんで、うん、はいはい、あの日本一のグルーブレコードとか今では言われてるぐらいのグルーブ感がすごいんですよ、うん、ちょっと聞いてみませんかね、うん、いいですね、ぜひぜひ、うん、聞きましょう、懐かしい、はい、太陽に吠えるのテーマですかね、はい、はい、よろしくお願いします、懐かしくていいわすごい、ね、替え歌がね流行っちゃった、うん、これテレキャスターですかね、死んない、なんだろうな、分かんないあの人テレキャスターっぽいですよね、うわー、あ、ベースがいいね、来ましたね、ててててて、うん、だから岸辺さんをね、連れて行きたいっていうガイタレがいたぐらいだから、ね、その話をじゃあしましょう、しましょうかね、誰だと思います、すごい、すごい、髪の毛が長いバンドですね。シャー。あの頃みんな髪の毛長かったから。シャー。あれ一徳さんはサリー。サリー。ですよね。サリー。ノッポですかね。おお、あのタイガースの、うん。だから弟が後に入ったんだよね。ああ、はいはい。あの。シロさん。あ、そう、シロ。シロか。シロさんですよね。うん、お兄さんが一徳さんだ、そうそうそう、俳優さんになりたくて辞めちゃったんだっけ、あ、そうなんですかね、違うのかな、そんな感じでしょうね、うん、でもね俳優さんとしてもすごいですもんね、今でね、いや雰囲気存在感あるよね、うん、ある、そうですよね、まあ松田優作や水谷豊のドラマで、うん、ドラマでね、全部やってたの、年中ね、バイプレイヤーで、よかったですね、すごいな、今でいうさっき言ったあの話してるあの人に近いよね、あなたがおしゃれイズムで行けば、あ、そうですね、そんな存在だよね、そうですね、うん、
いやいや懐かしい、懐かしい、ジーポン、ハイポンに超えちゃったでこれベースが岸辺一徳さんで、あのベースギターを小学校から始めて、そうそうそう、ポール・マッカートニー、その後すぐあのヤングミュージックショーで見た、はいはい、エマソン・レイク&パーマーとか、イエスとかを勉強したんですけど、もう一個勉強 してたのが、うん、毎日僕学校から帰ってきたらベースギターを練習するんですけど、うん、このレコードなんですよ。あ、そう、チャブ台に乗ってね、それは幼稚園の時ですけど、チャブ台とにかくこの岸辺一徳さんって今俳優さんで、ね、あれなんですけど、実はレッド・ツェッペリンが日本に来た時に、テレビで見て、あのベーシストは何者だということで、レッド・ツェッペリンのジョン・ポール・ジョーンズがびっくりしたっていうですね、逸話が、有名な逸話です。で、なんかもあの国に持って帰りたいってね、そうそう、お前もついてこいって言われたって、それでも俺一回だけ吉尾さんのあのトリビュートで、はいはいはい、一緒にやったことあるんです、うん、ベース良かったもん、やっぱり古い、あ、本当にポールが持ってるような、ペフナーを使って、いい音してたよ、ペフナー65年生ぐらいの、そのぐらいの結構古いやつ、そんな方なんですけど、まあね、行かなかったんですね、行かなかったですね、いや官房長官ですから、ね、官房長官そうです、だから、なんですかね、うん、あのバイプレイヤーとしてね、うん、先日あの僕のお店にあのラバーソルに、うん、あの安田健さん、安田健さんね、あの、うん、ね、藤木さんが遊びに、はい、ちょっと遊びに来ていただきましたけど ね、安健さんなんか一徳さんのような、雰囲気あるよ、ご本人にもなんか松田優作とかあの時代のこう素晴らしいこうなんていうんですかね、うん、少しこうか陰陽のある、安健さんいいですねなんてお話ししたんですよね、ちょっと生意気です、いやいや、あのねあの人あの顔で、顔とか目つきで表現できるタイプの人だよ、そうです、あ、ここだけ、そうそう、だからなんかあの、下町ロケットでも出てたじゃないですか、はいはい、あの時も、必ず一言入るんだけど、おそれがね、まとえてるんですよ、よかったですね、やすけんさん見てますか、やすけんさんはでも、ね、昭和な匂いがちょっとするいい俳優さん、でも年齢的には リアルタイムではないですよね、ビートルズなんかもね、まだ40代ですか、もうビートルズ大マニアさんで、だから僕もびっくりする、ビートルズってやっぱり年代関係ないんだよね、そうですね、超えてます ね、 ね、うんうん、そうですね、今日で、ラバーソウル、僕のお店、29周年、はい、30周年向かってますけど、もちろんビートルズのバンドも、いや、まあ、このさっきの太陽に吠えろも再現するようなバンドを、あの辰巳さんとかお招きしてやったりしてるんですけど、やっぱり僕らのね、お店で1970っていう、1970っていう、あの復刻バンドやってるんです、名曲復刻バンド、そこで必ず演奏する曲ということで、70年代のポール・マッカートニーのデビット、はい、ちょっと聞いてみてください、いいね、自分の曲の宣伝しなくていいと楽しいね、でも一曲かけたらかけない、今日はあの僕の演奏したアデンジャライブ、あ、それ行こう、それ行こう、何分まででしたっけ、45分、はい、じゃあまだだいぶ大丈夫です、ジェッツ、ジェッツって犬のことなんですよ、自分の飼ってた犬なの、子犬かな、ジェッツ、やっぱちっちゃいな、アンクル・アルバートってさ、 はいはいはい、あれ1枚目かな、ラムっていうアルバムに、そうだよね、あの子供抱いてんのはあれは違う、あれはポール・マッカートニーってあるもんか、あれはマッカートニーって、マッカートニー、あれ自宅録音のほぼ、あれもう俺好きだったね、結構今日ね、もうその悩んだんですよ、あれもいいな、あの世界は何とかを女を愛してるじゃなくて、そんな歌あったよね、あれ、インストルメンタルかなんかだったけど、俺あれがすごく印象残ってた、世界は何とか何とかってやつなんだけど世界はって言われてもね放題なのかな、そう、放題だと思う、安健さんに聞いた方がいいかも、ね、あの放題はそうなってたね、世界をみんなを愛してるじゃなくて、なんか世界の女の人の女の人がなんかジョン・レノンの世界は、あ、女は世界の奴隷かとは違いますよね、そうじゃないですね、よかった、それに対抗して作ったんじゃないかと、対抗して、対抗してっていうか、まあ、うん、触発されてというか、そうですよね、うん、でもあの二人は不思議な関係だよね、やっぱり刺激し合いながらもなんかやってたんだね、もちろん、もでもさ、
とサビまでサビ手前までねワンコラス作ってパッと渡して、うん、でサビをつけるっていうようなことができる中っていうのは素晴らしいよね。そこまでお互いプライド持ちつつもできるっていうのはなかなかないと思うよ。そうですよね。料理を任せるわけにはいかんとしか、ね、えらい違いだから普通最後にやりたがるもんね。そうですね。まして曲なんてね、余計そうかもしれない。これブスカちゃんのミートズナー どこで読みます。お便り来ます。読まなくていいけど別に、でも面白いじゃないですか。あ、なんか聞いてください。なんかここまでですもん。ちょうどビートここまでです。じゃあここで読みましょうか。はい、じゃあこれじゃあ行きましょう、うん、ブスカちゃんのメールで、ね、なんかなんだかんだ結構あるかな、うん、ありますよ。どうぞ。あ、これはやんなかったか。日本に来た時、俺見に行った時は日にちによってやったら違うんだね。ですよね。ジュニアズファームって結構やる日とジェットとは別だったのかな。あ、かもしんない。あ、ジュニアズファームだった。ラブミードゥが俺すごく印象に残ってる。ああ、あれは今まであんまやってないでしょ。そうですね。アコシックギターでフロミーツユーとかやってたから、それもやってたね。あのコーナー、あれでもいいですよね。ポールは元気だな。またツアーを始められたみたいですけど。でさ、初めこうやって、はい、ただいまって来たじゃない、はい、で、万歳したんだけど、ここ脇汗がすごかったそしたら、次から万歳しなくなっちゃったはい、よく見えましたね、すごい。いや、割とね、ポール側の近いところだったのよ。なるほど。だから、あ、わ、やっぱ汗かいてるんだとか人間味を感じた。いやいや、水を飲まないんです。水を飲まないし、もう耐えっぱなしだよ。そう、大丈夫なの。ステージから降りてないんだもん、うん、で、なんか飲んでんのかなと、何も飲んでない、うん、なんか脇にこう置いてあって、パッと含んでこうやるっていう。あ、そうなの。ちょっと含まれるんですけど、うん、はい、はい、うん、いろいろね。いいですね。ジェット、本当かどうか。ジェット、あ、ジェット、ジェットです。ジェットって何、犬の名前なんですか。子犬ちゃんの名前だったらしいですけど、自分の飼ってた、うん、だと思います。犬いっぱい飼ってセントランドシープドッグでしたっけ。ああ、うん、そういう写真も見たことある。イギリス人がね、うん、いかにも飼いそうなでっかいやつ、こうね、マーサっていう、マーサマイディアっていう曲になったやつ。ああ、でかいのは、ね、子たちの子供なのかな。うん、ね、まあそれが飼えるうちに住んでる、うん、そうですね。大きな犬飼いたいですね。あの、パンのところは猫ですか。人猫ちゃんです。ちょうど猫がいいね。ちょうどいい階段でね。そう、コケッコだ。5段飛びでバーン。競争する。絶対勝てませんけど、ね。体幹強いからね。コテンですよ。コテン。そうなんですよ。そんな感じで、まあ、ラバーソウルってこういう音楽、うん、今日あのラバーソウルでやってるような音楽を、うん、あのですけど、今から15年ぐらい前に、あの、センチメンタルシティロマンスの、あ、そっち行きます。お便り行きます、はい、ごめんなさい、じゃあ先行ってください。じゃあ先に、ね、じゃあちょっとメールを、ブースカちゃんメール、ブースカちゃん、ね、いつも、あとはビートルズネタと、はいはい、で、うん、ポール好きで、はい、やだ、ブースカちゃんお好きになった番組、川崎ブーニングカフェってね、ありがとうございます。ラブ&ピースです、ここの番組はね。ああ、そういうの。はい、ウィスです、ブースカです。いよいよ平成最後のリクエストです。リクエストはジョンとヨーコのバラードです。ってことは ね、来週は記念すべき令和最初のリクエストになるんでしょうね。10連休は、まあ、仕事なんですね。はい、めげずに50年前のビートルズですが、この頃ポール・マッカートニーの死亡説が盛り上がっています。あ、裸足でいたかな、うんうんうん、とかね、なんかそういう噂が飛び交って、ね、うん、そうなんです、うん、ポールは66年に死んで、偽りのものが入れ替わっているという噂ですね、うん、何しろポール自身がインタビューで見ての通り、目の前の自分は生きてるよって答えているんですが、うん、その死亡説の原因になったことを挙げてみると、あ、うん、サージェント・ペッパーのアルバムのジャケット裏表紙でポールだけが後ろ向きで顔を見せていない、うん、ね、ストロベリーフィールズの楽曲の中でジョンがポールを埋葬したと言っている、うんうん、言っている言っている、うん、そう聞こえる、うん、まあ、マジカリーミステリーツアーのビデオの中で白いタキシードで踊っている時にポールだけが胸に黒いバラを刺している、あ、そうなんだ、よく有名な話です。よく有名な話ですか、って感じですが、こじつけみたいな話がこれ以外にたくさんあります、うん、有名なのはこの後に出るアルバムアビロードで、横断歩道を歩いている4人は葬儀の列だというのがあります、
ジョンは白い服を着ていて死者を弔う司祭の役だというんですね、うん、死者のポールは裸足、うん、リンコは葬儀屋、うん、ジョージは、うん、墓掘り根拠はよくわかりませんが背景にある有名な白いフォルクスワーゲンのナンバーが、うん、IF28、うん、ポールがもし生きていたら28歳っていうことらしいんですね、うん、こじつけもここまで来ればなんだかわかりません、うん、実際はこの時生きてても28歳じゃなかったんですけどね、うんうん、あ、そうかい、うん、もし66年にポールが死んでいたとしたらその後素晴らしい楽曲を生み出した人はすごい力量だし、うん、まあ確かに ね、 ね、なんといってもポールそっくり演じることってできるのかどうか、うん、いや無理だと思う、ね、うん、ね、でもこの死亡説信じている人が結構いたみたいなんですよ、うん、あ、いや、あの、ね、まことしやかに流れてましたよ ね、 ね、あ、そうなんですか、うん、まあでも ね、 ね、パウロさんどうですか、はい、こんな感じ、でもそんな才能がある人が、ね、A ちゃんが2人いないのと一緒ですよ、ね、そんなにないですよね、大滝さんが2人とか ね、まあ、確かにね、山下達郎が2人とかね、すごいですね、ユーミンが2人とかねありえないよ、ありえないですよね、すごいです ね、 ね、 ね、まあ、お便り続くんですか、ね、うん、続きます、はい、じゃあマドク、マドクさん、うん、はい、みさんこんにちは、こんにちは、みさんこんにちは、本日私は夜勤明けの定休日、うん、はい、今日のお天気と同様に寝起きでまだ頭がぼんやりとしています、ただでさえぼんやりとしてる、まあそんな気はするみたいなところで、今日は記念すべき平成最終の放送回、うん、ということでまたまたリクエストさせていただきたいと思います、はい、リクエスト曲はまあ私のアルバムの無人をぜひということですが、あ、はい、まあこれは後々かけますのでね、休日や空いた時間にオートバイや車に乗ってちょっと出かけるときに走りながら聞くと溜まっていた疲労が吹っ飛びます、だって、ね、そうですか、うん、そうですか、無人も感じながら飛ばすのも危ないような気持ちなんですけどね、気をつけてください、うん、ね、時代が、昭和から平成、そして令和へと移り変わっていきますが、うん、うっちゃんを支持する気持ちは変わらない。ありがとうございます。嬉しいですね。素敵ですね。はい、うん、じゃあここで一曲いきますか。ね、うん、ね、じゃあそのお話を少し、ね、ね、はい、うちのお店で今から15年ほど前に、突然僕のハッピーエンドブームが、うんうん、マイブームが起こりました。マイブームが起きた。で、毎晩のようにこうハッピーエンドを聞いて、うんうん、まあ、ちょっと練習を始めてたら、うん、あなたも私と同じで少しそればっかりになるとそればっかりやっちゃうんですよ、ね、ちょうど内海さんとあのジョン・レノンミュージアムでご一緒させていただいた頃、あの頃でした、ね、そうなんですよ、でハッピーエンドのクリスマスバンドを作る、レコードそっくりに演奏するっていうバンドを、センチメンタルシティロマンスの細井さんとかと やらせていただいたんです、うんうん、で、うん、あのまあ本当は風を集めてとか書きようと思ったんですけど、ちょっと、まあ、有名っちゃ有名だけどね、今日ちょっとね、ちょっと涼しげな曲をちょっと選んでみました、ちょうどいいんじゃないですか、ハッピーエンドでかくれんぼを聴いてみてください、あ、70年代だ、うん、フォークロックっぽくて、ああいいね、いいね、これ歌ってるのは誰だ、大竹さんです、大竹一、あーだからニール・ヤングみたいに歌いたかった、はい、自分はニール・ヤングみたいに歌えるよって細野さんに売り込んだっていう、出会った時にちょっと違うそうですね、今そう聞こえました、まあ憧れはあったんですよ、うん、なんかバッファローが細野さんが好きで、バッファロースピングフュージョン、はい、まあ、風景が浮かぶね、そう、これあっちの方だよね、北の方の景色、うん、北か、南北だった、雪景色ですから、なるほど、うん、いいバンドです、天才が4人に集まってます、ドラムは松本隆さんですから、歌詞と、うん、確か松本隆さんのね、いろんな人に、A ちゃんにも書いてるし、いろんな他にも書いてるよね、いっぱい ね、 ね、さっき歌った聖子ちゃんとか、聖子ちゃんもそうか、聖子ちゃんは相当儲かっちゃっただろうね、チリンチリンみたいな、ギターは鈴木茂さんね、まあ、ね、そうそうそう、だって ギターのあれで第2位ですよ、あの人、チャーの次です、あ、そうですか、ギターマガジンかなんかですか、
内村さん何位でしたか。俺は37位です。4位34位すごいじゃないですか。まあ、どこでもいいんだけど選ばれない。3か4どっちかでもそれにして日本のベーシストのね1000位ぐらいに入ってるんですよ。1000位ぐらい。でもすごいですよ。でもウィキペディアのやつに載ってますよ、あの、うん、日本のベーシストで僕、うん、あそうここにもっと上げて、もっと上げてほしい。いやいや上げ乗らないからベースマガジンに。ベースってのは割とマイナーっちゃマイナーな部分もどうしてもイメージがね。日本のベーシストって言うとやっぱ A ちゃんさんとか細野さんとか、やっぱ細野さん、なるちょさんとかいろいろいるけどね。音を継ぐとしたんですよね。タイプはいろいろあるからね。そうなんですよ、うん、ベーシストで お好きな日本のベーシストっていらっしゃる。日本のベーシスト、俺細野さん好きだって。細野さんですね。あの落ち着いてるしベースらしいベースなんだよね。細野さん最近ヘフナーのベースを使っておられる。あ、そうなんですか。ポールと同じ目覚めた。あ、そうそう、やっぱり実はあれってさ、ヘフナーってさデッドトーンじゃないけど、音が出にくいところって必ず一箇所ぐらいあるよね。まあ、でもそれが味になってる部分もあるし。そうなんです。俺ポールがあのリッケンバッカーのベースなんだけど、I'm Walrus かな、あれでドラムから入ってでベースに乗っかけたいじゃん、あれを聞いた時にゾクッときたのよ。やっぱりポールってベースもうまいんだなと思って。まあもともとうまいのは分かってたけど、変な音からスタートするんですよ。そうなんだよね。でテンションの音からする。それがぴったりハマってるんだよね。よくやっぱり先輩はすごいな。いや俺あれ見た時にもうゾクッときてさ、だからポールはブルースとかそういうものに憧れてた部分があるとは思うんだけど、黒っぽいですもんね。黒っぽいんだけど歌もね。リトルチャードが好きだったから。そうですね。ね。そうなんです。で、あのモータウンのベースプレイヤーとか。プレイヤーとかね、そうだ。キャロル・ケイとかそういうベーシストに憧れてるポール・マッカートニー先生。いわゆるヒルビリーっていうのかな。そうですね、ロカビリーの前のあれだよね。はいはい。まあちょっと渋い曲でしたねこれね。渋い。でも70年代、60年代ですか、これができたの。69年ぐらいですか。69年ぐらい、はい、だから俺らよりだいぶ先輩なのよ。そうね。わお、いっちゃいます。はい、はい、いい感じですね、はいはい、渋いですね、はい、鈴木茂さんのギターも、もういいですね。あのなんかあのこの人のギターって、あのすごく生音がすごく分かりやすいっていうか、くっきりしてるんだよね。だから、まあ、ビートルズというよりは、やっぱり独自なもんだなって感じしますけどね。さすがでございます。いいですね。うん、はい。どうします？うん、あ、じゃあちょっとメール読んじゃいましょうね。はい、北野ちゃんこんにちは。うちみさみちゃんこんにちは。北野です。北野ちゃん、ね、こんにちは。北野はよくあのね、あのお店にも来てますよね。そうです。北野さんまたライブありますね。はい、はい、ね、まあこの世の中にはいろんなことやいろんな出会いがあるもんですなと感じました、実は先日鶴見駅近くの居酒屋楓に一人で飲みに行ったんです。するともう盛り上がっているグループがそこにいました、さらにその中の人に私と飲み仲間の山本さんがいたのでちょっと挨拶したんです、そして私は一人カウンターでビールをちびちび、すると背中越しに山本さんがあの人は実はミュージシャンなんだよって私のことをみんなに紹介したんです、そしてさらにお店にあった私の CD をみんなに紹介してくれて3枚も売れたんです。あ、よかった、まあびっくり。いやね、さらにその中の一人の男性は宇崎さんとね知り合いなっと来たもんだって、さらにびっくり、まあ世の中何があるか分かりませんね。本当だよね、本当だよ。だから生きるってことは面白いのかなと思った次第です。ではでは、あのね、もう時間がないじゃない、はい、俺の場合だよ。俺の場合はもうあと何十年生きるわけじゃねえから、だからそれ考えると、やっぱりねその日その日をね、まあでもその日その日っていうのも問題があるかもしれないけどな、でもね、まあでも精一杯悔いのないように、死ぬ時に、あれやっとけばよかった、それがあんまり多いのは嫌だなっていうのは、あんまり多いね、少しはあるじゃん、全然悔いのない人間ってのはいないと思うんですよ。だけどなるべく少なくね、あの終わりたいなっていうのはね。でもそうですね、この5万と人がいる中で、こうね、本当パウロさんとかなっちゃんとか、みんなとこう出会えたってことは、その中のもう本当にね、愛しいと思うと、愛しいですよ、もう、すごくみんな愛しく感じちゃう、もう、ハグ攻めにしたくなっちゃう。いいこと言いますね。はい、そうでしょ。というわけですよ。はい、その今の北郎さんなんですけど、はい、あ、今度やるんだよね。そうです。こちらも横浜鶴見ラバーソウルで。
5月5日の日曜日、うん、はい、子供の日じゃね、はい、子供の日子供の日そうです、勝負湯の日にあのあライブをやっていただきます。はい、ありがとうございます、北郎さん、ね、楽しみにしておりますので、ね、北郎ちゃんの番組にもまた、はい、そうね、行っちゃってください、よろしくお願いします。今日は高い声やめてます言ってるやん。じゃあ最後のメール、すいません、うちさん、じゃあこれ誰だ、うん、ニトロペンさん、ニトロペンさんね、はい、ありがとうございます、うん、ニトロペンさん、まあ、アマリさんなんですけど、あ、そうなんですね、ニトロ、あの人ね、心臓がちょっとあれなんで、そうなんです、ニトログリセリンをいつも持ってるんですよ、うん、なんかの時はそれで2錠持ってて、2錠飲んで効かない時は救急車呼べって言われてるんですよ、だから1錠で普通収まるんだって、うん、で2錠飲んで収まらなかったら、うん、もう手術か、うん、もう救急車呼ぶしかないらしいんだよ。だから3つ飲むとやばいらしい、やばいね。やばいね。よくドラマでは1錠飲んでますよね。そうでしょ、2錠まではなんとかね、人間の体耐えられるんだけど、2錠飲んで効かない場合はもうあの諦めなさいっていう感じらしいですか。まあその方からの、うん、すいません、はい、本当は内緒だと思う、ニトロペンでわかるわないや、はい、ね、うん、内海さん、水さん、こんにちは、こんにちは、ということで、うん、まもなくゴールデンウィーク突入ですね、うん、エミさんはやはり海でしょう。いや、混むからね、わかんないですね、海ですか行きたいですけどね、もう山はあんまりないもんね、うん、そろそろね、そうですね、先日の錦糸町でお世話になりました、うん、そう、熱烈なキャロルファンに囲まれ、楽しい夜を過ごさせていただきありがとうございました。いえ、とんでもない、錦糸町では時間に限りがあり残念でしたが、うん、最近のステージでは矛盾からの選曲も多く嬉しい限りです。これからも素敵なステージをよろしくお願いいたします、はい、受け人、うん、代わりへの愛、キャロルだそうですね、はい、ね、うん、でも大事になさってください。ね、本当ですね。うん、もうじゃあとっとと行きましょうか。はい、はい、ね、うん、じゃあですね、僕はあの、うん、ラバーソウル、うん、ここ5年ぐらい前から、うん、あの難波博之大先生という、はい、鍵盤のね、貴公子とゴマっていう自分の、はい、自分の音楽、はい、プログレッシブロックをやってるんですけど、前回の前回もね結構かけてもらいましたよね。なので今日はその自分の音楽を、うん、これですね、ちょっと遠慮させていただいて、うん、代わりにですね、はい、最近さっき内海さんとこれいいねって、うん、あのプログレッシブロックからその、アメリカのコーラスワークから、うん、なんですかね、あの全てがちょっとあのアメリカとイギリスが合体した感じだったよね。すごく本当のプログレッシブなのレコードとしてやっぱりちょこちょこやっぱ毎日のように聞く、うん、ラバーソウルでも聞くんですけど、ヒットしたのね、 CSN&Y クロスビースティールスナッシュ&ヤング、ちょっとなんで最後になんでアンドだけヤングなんですか。後からヤングさん入って、そういうことですか。ファーストは3人しかいらっしゃらなかったんですね。そこからですね、デジャブってアルバムから、うん、キャリオンっていう曲を聴いてみてください、はい、このね、アコースティックの音がすごく言うと、だんだんもう神がかしい音楽になってくる、どっちかにしないと、ね、どうしましょう、どっちでも、どっち自分のかけちゃってもいいんじゃない、そうですね、うん、で向こうが見えねえからそう暗くて暗くてでも向こう暗くしないと、こっちが映らない、うん、そうですよね、あ、いいな、どうしますか、アウトドアーズの、いや、あの、いいんじゃないの、うん、アデイでデイザレフかけましょう、いいですよ、こんにちは、お疲れ様です、こんにちは、じゃあ、これはあ、じゃあこの点で最後にしよう、うん、はい、そうね、じゃあどっちをします、今日のアデンジャレフかけますね、はい、やっぱりね、はい、じゃあ最後の曲はカットになっちゃいますね、デザルどっちも途中でいいし、最後の曲はカットです、はい、うん、このあとすごいコーラスとかエレキ弾いてるの誰なんだろう、やっぱあのステウスかどっちかかな、グロスビーか、ね、2人とも上手いとかってタイプじゃないんですけど、なんかいいですよね、うん、ロックいいよね、雰囲気あるよね、あのニール・ヤングもベタだけどすごい雰囲気あるもんね、怪物的な、怪物的に、あのエレキバンドやってたじゃん一時、あれなんか俺すごいいいなと思う、あの人弦持ってバババババンって切っちゃうんです、切っちゃう、怪力すごい、エレキギターキックで手で
握ってガチャってエレキの弦だよ。手普通手の方が切れる。切れるよ。すごい。恐ろしい。しまきとか切るように。ゆかさんの服を木村見てあいつもわざと切るから。本当に、そんな簡単に切れるもんですか。いや、だから切れないです。切れるように引いちゃうのよ。そんな無理やり。いや、無理やりこうやってやれば切れるから。あ、そうですか。俺なんかよく弦張り替えて引っ張ってる最中プツッと切れるとか。あ、なんかピックに仕掛けがあるとか。いや、あの、極端にあるかもしれないですね。ここに破滅ですもんね。演出かもしれないですね。演出の部分もある。ロックね。だって、テラスタイガシなんか、わざと切るもんね。わざと切って、それをパッと、ステージ上でさっと、もうあっという間に、張り替えちゃうわけ。それで、チューニング合わせて、だってまた、どうよって変わる。ドヤ顔になってる。で、ローディを選ぶのに、弦を変えさせるわけよ、うんうん、でどっちが早く正確にチューニングできて、ね、それを競争させて一番出来のいいやつを採用する。なるほど。あ、でもそれってありかもしれないですね。そういうのもね、まあ、だからそういう時代だったんだろうな。うん切るこれ長いから、はい、ですね。そうですね。じゃあ切りましょうかね。途中でじゃあ、じゃあこれもう途中でフェードアウトしちゃってください。この後こんなずっと感じです。はい、はいはい、いいですね。ね、渋いですよね。いや、うん、神々しい音楽。そうそう、まあイギリスとねアメリカ合体したような感じね。ね、もうそろそろちょっとあの、うん、お時間があれなので、うん、実は今日ね、あのお邪魔したのは、6月の、ね、23日に、二子玉川のジェミニシアターっていう、はい、あの、うんうんうん、あの大きな映画館を改造したライブハウス、はいはいね、あそこでうちの29周年のパーティーライブが、ボリューム2で、ボリューム2で、もう来年は30周年で、ね、ドカンとやりたいところですけどね、まあ、年中ドカンと行きますよ。だからあれで、じゃあ同じとこでもいいじゃん。そうですね。ね、で今回その23日ね、うん、あの、はい、クイーンのコピーバンドやらビートルズやら、グイーンですかね。違う。クイアーっていうバンドみんなうちラバーソウルに結構貢献してくれている仲間たちが、はいはい、セミプロやあのアマチュアで、あの上手な人たちが、ジャンクスも入ってますから。ジャンクス。ジャンクス、あの、あ、ジャンクスも入ってる。相棒で入ってますね。で、まあ5バンドぐらいこう出ましてね、セッション会なんか、あ、セクションタイムもあったりなんかしてですね、はい、あ、すいません、顔かぶっちゃった。ヤスケンちゃんの時も、ヤスケンさんの時もですよ。ヤスケンちゃんなんて友達じゃないんだけどね。ごめんなさいね。まあちょっとあの飛びましたけど、そんなやりますね、よろしかったら。はい、6月の23日ですか。お待ちしております。はい、あはね、楽しみですね。はい、です。じゃあ最後にですね、僕のバンドでビートルズっていう、はい、ジョージ・マーティンさんにお褒めいただいて、褒められた。アデイン・ザ・ライフを、まあ、時間まで聞いてみてください。はい。今聞こえてますよね、うん、これってじゃああれですね、最後の方になったらば被せてトークして、そうですね、もう途中からでも大丈夫です、うん、そのあれになったら、はい、告知とかもどうですか。今してみました。うちは全部終わりましたね。綺麗な声、すごいですね。綺麗な声。これは、ドラムの金子さんっていう人がドラムが歌うんですよ、割とこのバンド。コピーバンドっていうよりもその上手く歌える人が歌うっていう、似てるっていうかな。そうです、あのやっぱり記憶、似せたってね、まあ同じじゃないからね。一番似て歌える人が、まあ、4人もいれば1人ぐらい、1人ぐらい変わっとけばよかった、やっぱり、うん、じゃあ次回行くときは、いや、一応くず巻きに行ったときにイマジン外のライブ場だったんですけど、もうイマジン流れた時もすんごい綺麗でしたよ。あ、彼が歌ってたね。山に反響してね、涙もんですね。ムード満点ですね。うん、その後は怖かったけどね。あんまり言えない。そうなんです。まあそういうバンドですか、ビートルズはね。僕はベースとピアノとポールの歌をやることがあります。ポールやる人はやっぱ限られるんですよね。高い声出ないと。あ、でもめっちゃ高い声出ますからね。出ますよね。それでしか取り柄がない。マイクいらないですもんね。リッキーさんにも、お前ぐらい声出した方がいいぞってよく、お前ぐらい声出すの出さないかあかんぞって。清水さんはそれ高かったの？清水さんはあの
校もがあれなので交代されておられます、ね、そういうことか。バッドボーイズの時は、あ、バッドボーイズの時トークでかぶせて、あ、そうですね、ありがとうございます。トークでかぶせます。今日は ね、 素晴らしい。 ラバーソウル29周年、ね、はい、来年いよいよ30周年です ね、 ね、すごいですね。その長く、もう老舗ですよ ね、 なかなかね、ありがとうございます。29年も普通できないですよ。ちょっと粘りたい、はい、頑張りたいと思います、ね、面白かった、ね、またぜひお越しください、ね、はい、今日はあの楽しい音楽だけお待ちしております。ありがとうございます。楽しんでいただけたでしょうか。はい、後で動画をバシバシ撮らせてください。どうかな。はい、というわけで次のコーナーに行きます。ありがとうございました、はい、どうもありがとう。新橋ありがとうございました、はい。でじゃあ後で動画、今日は仲のいいお二人に来ていただきました。いいですねその紹介、ね、うん、まあ、あのラバーソウル29周年、はい、ね、6月の23日、ジェミニシアターでやります。二子玉の、ね、そのラバーソウルに出ていらっしゃるバンドが、そうです、ほぼってこと、はい、5、6バンド出ていただいて、はい、貢献していただいて、はい、楽しみですね。ね、この間パウロさんおしゃれイズムで、そうそうそう、ね、ね、見た方も多いと思います。やすけさんの手にその手が、手がって感じでね、何なんだろうね、手が出るって。だんだん近づいてこういう感じになるんですよ。そんなことしてですね、窓付近みたいな、ね、窓付近で今日あの、はい、奥様の、はい、アカペラもね、ね、アカペラありがとうございます。なっちゃんのアカペラもう一回ちょっとだけ触り歌ってみる。ここフレッシュフレッシュフレッシュ夏の扉を開けてあれすごいですね、楽しかった。またぜひお越しください。はい、あ、宇宙さんも来ていただけるので、あ、今度1日、6月1日、6月1日、はい、はい、あ、ありがとうございます。お誕生日ライブですね、はい、プレゼントお待ちしております。プレゼントかよ、ハッピーバースデーのプレゼントですね。ね、まあ、そうですね、うん、またぜひ来てください、はい、秋によろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら、またにてぃ。